まずは、ポンド円の方ですね。ポンド円から見ていきます。ポンド円冷やしで6月1日の安値から HSI 引きますと、まあ、今現在きれいに R9 で、相場止まっています。でこの HSI R7 も効いてますし、スコットの動画 HSI の動画で言ってたと思うんですけども、2抜けたら、まあ、3で3抜けたら次、まあ、4も当然効いてくるんですけど、5でスイングは行くことが多いと。で5を抜けると、まあ、同じく6も効いてくることは結構あるんですけど、7が特に強いというところですね。で、まあ、それ以上はあまりというか、特に触れてはなかったんですけど、今現在は9ですごく綺麗に止まっています。で、ここはとりあえずレジスタンスとしては強い壁になってます。ので、まあ、個人的にはダウントレンドに転じるのではないかなと、まあ、見てたところですね。またちょっとどうなるかわからないところですが。で、チャンネルラインが、まあ、こんな感じで、きれいにチャンネルラインが引ける相場になっているんですけども、これを、もし上に抜けてくるようだとフラッグになってまたさらに上昇していく可能性が出てくるかなというところですね。上から HSI を特に、まあ、安値止まってるところは見つけれてないんですけども、まあ、この HSI 下がっていった場合は効いてきやすいかなと思うんですが、まあこの安値意識されているのは前回の安値ぐらいかなという感じですけども、まあ直近下抜けると138円の70銭という S6 があるので、まあ多少気になるところではあるんですけど、下げ出すとおそらくはまあここ抜けて135円あたり、S7 と、まあ、S7 ですね。S7 までは下がってきやすい相場にはなるだろうと見ています。まあ、ちょっとまだわからないところですね。一回、日足で緑 MA が相場サポートしてましたので、まあ、ずっとサポートしてましたので、これを抜けた時点でダウントレンドに転じたのではないかと、個人的には見てたんですけど、今というか、まあ、今日、アップトレンド、まあ、今日だけ見たらアップトレンドですね、上昇してきてますので、まあ、この上昇がどこで止まって、下げ出すのか、それとも、まあ、上昇していって上がっていくのかっていうのは今現在はちょっとわからないというところです。ただ HSI の RQ が高値ありますので、このフラッグ抜けてくるようだと結構強いレジスタンスを抜けてくることになると、まあ、見ていいかなと僕は思うんですが、そうなってくるとさらに上、結構また値幅が取れるような上昇が始まるのではないかなと思います。で下げた場合も今まで結構強い上昇が続いてたので、ある程度の下げは期待できるかなと。とりあえずは、135円あたりですね、この HSI 上から引っ張った HSI の S7 があるあたりまでは、当然まあ上下しながらとは思いますけども、この辺までは、135円あたりまでは狙っていける相場になるのではないかなと思います。で下げた場合、まあ、それ以降あるかどうかっていうのはちょっと今現在はわからないので、まあ、その時の相場でまた判断していきたいなと。で上昇していく場合はまた、この安値から、今現在だったらこの安値から HSI を引いて見ていくようになってくると思いますが、まあ、高値付近が R6 があるというところですね。まあ、この辺も抜けてくるところにはなると思います。上昇した場合。で、どこのポイントか忘れましたけど、フィボナッチか HSI か引いたときに、150円あたりが確か出てたと思うんですけども、まあ、まずはというか、とりあえずここですね。上昇した場合、HSI、さっき安値から引っ張った HSI の R7 がある149円。しかも150円あたり、この辺を目指して上昇してくる可能性があるかなと見ています。ちょっと引いてみましょうか、線をいろいろ。
ずはまあこの月足のダウントレンドが終わった可能性がまあまああると、まあまああるというかまあ高いと見てますので、まず月足のフィボナッチは意識して見ておきたいなと。だいたい 0.382 までは戻ってくることが多いんですけど、まあ、ちょっと遠いのでちょいちょい使える 0.236 という値、これが148円の半ばあたりにいますので、とりあえずこの辺は意識しておきたいところですね。でさっきラインは消してしまったんですけども、 HSI を引くとまあこの辺に来るというので、上昇した場合とりあえずこの辺は強いポイントになるかなと思います。でまあまだ上昇がもしかしたらあるかもしれないですけど、それはそれでまたその時に考えていきたいなというところですね。まあとりあえず今結構大きな時間足のブラックを上に抜けるのか、もしくは、最初の判断した通りダウントレンドになっていくのかいうのは、まあどちらになるのかを判断していきたいところですので、上がった場合はこっち148円、149円、もしくは150円あたりを目指していきたいなと。下がった場合は、HSIS7 がある135円あたりですね。この辺までは下げがあると見てます。で短期で見ていく場合も、まあ、この辺までは買いで、買ったり消したり、買ったり消したりしたり、買ったり消したりしたりっていうので、まあ、この辺までは狙っていきたいなと。で売りの場合も、売って決済、売って決済で、この辺までは、売りでいいのかなと見ています。とりあえず買いの場合は、まあ、節目はこのフラッグと見てます。で売りの場合は、今現在だったら、ポンド円の場合はこの安値ぐらいしかちょっと見えてないんですが、早い判断だったら、このトレンドラインですね。あとはちょっと引けないような気がするんですけど、まあそうですね、意識しておきたいのはここの高値に対して次どうなるかっていうところなので、高値切り下げが続いているようであればおそらくこのラインは超えてこれないと思いますので、フラッグのラインですね。なので高値切り下げになって、この上昇が終わったら、とりあえず売ってみてもいいのかなと思います。で、このライン、今引いたこのトレンドラインを下に抜けたら、またさらに売りで、もうここの安値抜けてくるようだと、まあ、ほぼ決定的かなという感じですね。次は、ユーロ円を見てみます。ユーロ円も、HSI の RQ ですね、きれいに引いて、止まっています、まあ。止まっているのかどうかちょっとわからないですけど、また上に抜けてきそうな気配はちょっと出てきてはいますけども、今のところは RQ がレジスタンスになっていると。でこれもきれいに R7 止まってますし、R5 も引いて止まっています。R6 もサポートになったりして、この HSI はきれいですね。で、ヘッド&ショルダーになるかもしれないというところなので、まだちょっと判断がつかないところですけど、まあ、もしくはトリプルトップ、まあ、どちらでもいいと思うんですけど、ネックラインとして見ておきたいのはこのラインですね。売りに転じた場合はこのラインを下回ってきたらもう完全に売りになってくると判断できるポイントですので、ここを下に抜けたらもう売らないとっていうラインですね。で今現在は高値安値とも切り上がってますのですいません、チャンネルラインを引いてみることもできる感じですけども、まあ、おそらく高値超えてくるとこのチャンネルラインぶち抜けていってしまいそうな気はするんですけども、 HSI の RQ がある、まあ、レジスタンスの強いポイントなので、そこを超えると、まあ、今までの売りの圧力がとりあえず抜けたあたりでは消えて、買いの圧力に集中されていくと思うので、キュッと上がってきそうな気はするんです
か、まあ、ちょっとまだどうなるかですね。とりあえず強い売りの判断はこの、ライン、このトレンドラインを下に抜けたら、もうここでは売っておかないとっていうポイントです。で、ちょっと今、ライン消えてしまってるんですけど、消してしまったんですけど、HSI の RQ があったあたりの高値なので、レジスタンスが結構強く働くかもしれないと。で、高値切り下げであればダウントレンドとして判断していけるんですけども、トレンド転換する場合って、だいたい戻りが 0.618 以上あることが結構多いです。なので、まあ、ここまでの戻りっていうのは全然あり得るポイントなので、まあ、ちょっと慌ててスイングで買うとかっていうのはまだやめておいた方がいいところですね。まあ、もちろん何かしら個人的な勘で上がりそうと感じられて買ってらっしゃるんだったらまた全然別の話ですけど、テクニカル的には全然ここまでの戻りっていうのはまだ、ダウントレンドに転じる可能性がある範囲なので、まあ、どちらの可能性も考えておきたいポイントです。で、今現在のこの上昇ですね、僕はこの上昇を意識してるんですけども、高値切り下げとなってこの上昇が終わってダウントレンドに、とりあえずこの上昇がダウントレンドに転じたら売っていきたいなとは思ってます。まあ、高値切り下げてるからですね。で、HSI の RQ があるポイントですので、レジスタンスとしては強く働いて高値切り下げとなると、まあ、おそらくダウントレンドに転じていくのではないかなと、判断するからですね。まあ、ですけど本当に強く売るポイントっていうのはこのネックラインを下に抜けてからが一番安全だと思います。ポンド円と同じく意識しているのは、まあ、とりあえずはこのトレンドライン、もうちょっと作用は全然してないラインにはなってきてるんですけど、このライン一応見てますね。まあ、このライン下に抜けたらとりあえずは売っておきたいなと。で、この下のライン抜けたら売らなければと何回も言ってますけど、売らなければいけないラインになっていきます。前回の、前々回の高値が120円台でしたので、まあ、この辺まではちょっと見ておきたいところですね。でもちろん、前回の高値を超えてくるようだとアップトレンドと判断していっていいかなというところですね。基本、まあ、ダイバージェンスで高値切り上げてからの、高値切り下げでダウントレンドっていうのはあるんですけど、ダイバージェンスで高値切り上げてまた高値切り上げてっていうのはあまり例は少ないので、まあ、個人的にはもう高値切り上げたら、買いで考えていきたい、上昇で考えていきたい相場と見ています。もし下がった場合はこの HSI が綺麗に効いてるんですけども、S5 で、止まっています。いったんですね。で、まあ、このライン抜けてくるようだと次は S6 がある114円の中盤から後半意識されやすいところだと思いますので、そこまではまあ打っていきたいかなというところですね。で、そこ抜けると110円後半になってくるんですが、まあ、個人的にはここまで下がった場合はここまではあるかなと見ています。ただまあ当然ずっとここまで打って持っとくかどうかっていうと、まあ、それは相場の状況によって、まあ、決済したりするとは思うんですけども、個人的には110円後半この S7 があるところまではとりあえず売りで考えていきたいなと今のところは見ています。逆に、上昇していった場合ですね、このまま。このフィボナッチ、月足のダウントレンドがおそらく終わったと、判断していいと、まあ、さすがにも僕は思ってるんですけども、0.382 が123円の10銭というところに来ています。で、まあ、以前からこのラインまでは行くのではないかなという感じで言ってたんですけど、HSI の RQ が直近にあるので、ちょっとそこで止まるのかなと思ってたんですけど、まあ、まだちょっとどうなるかわからないところですね。上昇した場合は、
まあ、とりあえずここまではまあまああるかなというところです。だ個人的にはもっと上ありそうな気がしてるんですが、HSI を直近安値から、引っ張ると R6 と120、さっき引っ張ったフィボナッチの123円10銭あたりっていうのがほぼきれいに重なってきますので、とりあえずここまでは、買いで持っていきたいなと、上昇した場合ですね。で、まあそこも抜けてくるようだと126円台っていうのが見えてくるかなと思います。個人的にはこの R9 がレジスタンスとして強く働いたところだと見てるので、そこを抜けるとそれなりの上昇の力が生まれてくると思っているので、まあ、これだけの幅で上昇が終わるのかなというのがちょっと疑問ではあるんですけど、まあ、安全に行くならばここを超えたらとりあえずはこのフィボナッチ、月足のフィボナッチなので、まあ、ちょっと強いっちゃ強いですね。それと HSI の R7 があります、R6 がありますので、まあ、この幅取れるだけでも、まあ、それなりに十分利益はあるかなとは思います。で、まあ、相場の状況次第で、さらに上っていうのは狙っていってもいいかなというところですね。個人的にはユーロ円が HSI が結構きれいに、まあ、ポンド円もそこそこ効いてるんですけど、ユーロ円の方が僕は綺麗に効いてるなという印象を持ってますので、ほとんどユーロ円でトレードしてます。HSI はやっぱりシンプルでいいかなというところですね。ちょっとやっぱり気にして見ておきたいのがユーロドルなんですけども、まあ、これはまあ毎回言わせていただいてるんで、もうなんかちょっと申し訳ない感じでもあるんですが、逆三ゾーンですね。このネックラインをきれいに越えてきて、で逆にこのネックラインがサポートになって、まあ、今の相場という感じです。でまあ、基本的にはまだ上昇があってもおかしくないという相場ですね。HSI を。この主要な安値、ね、どこから引いても集まってくるのが 1.36 台なんですよね。現在は、レンジになっています。このレンジ間っていうのが R3 まで綺麗に止まっているんですけど、抜けてくると、とりあえず直近では 1.3490 っていうところが見えてます。まあ、ですが、多分そこそこのレンジが続いてますので、上に抜けてくるようだと 1.36 台は、まあ、目指してくるのではないかなというところですね。まあ、当然絶対はないので、まあ、安全に短期でこの幅3から4まで狙っていってもいいと思いますが。でまあ、以前のウェブセミナーでも言わせていただいたんですけど、基本的にはアップトレンドからのレンジと今なっているので、上に抜けていく可能性の方が基本的には高いと見てます。でユーロドルに関しては、ユーロ円は下げるかもしれないっていう感じでずっと言ってたんですけど、ユーロドルに関しては下げるイメージがちょっと全く見えてなくて、上がっていくイメージの方がすごくしやすいので、このレンジを上に抜けたら、まあ、買いで考えても全然いいかなという相場ですね。で抜けたら 1.36、もう HSI がとことん集まってる 1.36 台までは引っ張っては、とりあえず買っていきたいなというところです。まあ、個人的な見方ですが、まあ、このレンジをどちらに抜けるかですね。下に抜けてくるようだと、ユーロ円もダウントレンドに突入すると思いますし、上に抜けてくるようだとアップトレンドになって、ユーロ円がまた上がっていく可能性も結構高いかなと思います。まあ、MA の上に来てますし、綺麗に緑 MA に乗っかってまして、まあ、この緑 MA を下に割ってくるようだと、多分レンジも下に割ってくるので、まあ、どっちが早いかっていうと、レンジ
抜ける方が早いので、まあそっち見てたら全然いいと思うんですけども。まあ上がるのか下がるのかっていうのはユーロドルにもかかってくるかなというところですね。基本的にはユーロドルはもう買いしか考えてないんです。個人的には。はい。そんな感じですかね。まあ、ユーロ円とポンド円とユーロドル。は基本的には僕はいつもよく見ている通貨です。トレードしているのはほとんどユーロ円ですが。はい、もし何かスイングの相場で他に見てほしい通貨とかご質問などありましたらチャットの方に書き込みをお願いします。ちょっと時間を置きます。はい、ポンドドルですね。で見ましょう。ポンドドルは、まあ、もう本当にずっと前から言ってたラインは、この週足の、レンジですね。失礼しました。この週足のレンジですね、この週足のレンジだいぶ狭まってきてるのでどちらかに抜けてくるかもしれないという感じになってるんですけど、まあ、抜けてきても横のラインが効いてくるかもしれないんですけども、とりあえずは、結構狭まってきてますのでちょっと意識して見ておきたいかなと。多分下に抜けていくだろうなっていう感じで見てたのはこの、ラインですね。HSI の高値から引っ張った S5 とトレンドラインを抜けてきた、このローソク足1本はちょっと大きいですね。トレンドライン抜けてきてからはちょっと意識しておきたかったところではあったんですけど、まあ、個人的にはポンドドル全くトレードしてないんですけど、今この HSI が結構綺麗に効いてきてるので、S6 あたりまで今来てます。なので、もしかしたらちょっと止まるかもしれないというところには来てますね。でもしこの辺で止まって上がり出すようだと、ポンド円も上がり出す可能性があるので、ちょっと、わからないというところですね。ちょっと下げの威力が強すぎてトレードかなり、ポンドドルは僕はすごくしづらいんですけども、今はトレードできる感じではちょっと僕の中ではないですね。一旦この S6 あたりで止まってくれて、一回フックバック、まあ、戻りがあって、でまた下げて S6 を抜けて、S6 付近の安値を抜けてくるようだったら、またもう一段下狙っていってもいいと思うんですけど、大きくはこの S7 とかになってくるんですけど、それでとりあえずはこの S6 あたりっていうのはちょっと意識して見ておきたいところですね。この HSI の、マイナス 0.618、結構止まりやすい、マイナス 0.618、僕の中では止まりやすいポイントなんですけど、まあその辺にも来てますので、ちょっと様子見ですね、僕の中では。まあ、基本はダウントレンドには違いないんですけどね。これは特に効いてない。HSI の方が綺麗ですね。そこ止まってますし。という感じですね。ちょっと今は様子見だ。基本的にはダウントレンドと見ていいと思います。ダブルトップで、この真ん中のラインも下に抜けて安値更新してますので。ただ、まあまあ、効いてる HSI の S6 に差し掛かってますので、ちょっと様子見して、で、一回戻りがあって、また、
その安値抜けていくようだったら、そこから売りたいかなというところですね。売りで見ていきたいかなと。まあ、戻る可能性もありますので、まあ、それにちょっと注意しておきたいなというところですね。はい。という感じで大丈夫でしょうか。他何かありますでしょうか。はい、オージードル見てみましょう。下げてますね。オージードルは以前からこのレンジを見てたんですけど、抜けたのか抜けてないのかというところですね。まあ、結構大きな時間して見た方がいいかなと思います。週足で引っ張ってるラインなので、240分足で抜けてきたから買いみたいなのはちょっと避けた方がいいかなと思うんですけど、まあ、終値でも一回抜けてるので、基本的には買いで見ていってもいいかなというところなんですけど、その割にはあんまり強さがないので、微妙な相場続いてますね。うん。オージードル、難しいですね。僕にとってはこれは。HSI 聞いてるような聞いてないようなという感じ。まあちょっとね、ボラティリティが最近オージードル少なすぎて、僕はすごくトレードしたくないんですよね。以前は結構わかりやすかったんですけど、今はちょっとわかりにくくて、まあ基本レンジですね。ボリンジャーバンドも狭まってますし、大きくと言っていいのかわかんないですけど、まあこの範囲内のレンジととりあえずは見ておいていいかなというところなんですが、すいません、わかんないですね。基本的にはもうレンジとしかちょっと僕見れないですね。トレードもできないですね、僕には。なんか申し訳ないです。こんな感じで見てます。トレードをする選択肢には入らない。まあ、ちょっとレンジという感じですね、僕の中で。はい、すいません。こんな感じでいいでしょうか。他もし何かありましたら。はいはい。まあ、短期でしたらですね、S2 抜けて、まあ、微妙な S2 ですけど、S3 あたりまで来てますので、まあ、いいところじゃないですかね。オージードルにしてはボラが結構、最近のオージードルにしてはボラティリティが結構発生してますので、そろそろ決済は考えておいてもいいかなと思いますね。はい、他は特にないですかね。では、短期の相場、最後に見ていきます。
短期の相場ですが、まあ、とりあえず以前から言ってるのはユーロドルですね。まあ、全く配置が変わってないので、特に言うことも変わらないんですけども。レンジの HSI。まあ、基本は2から3までっていうのがよく言う、短期、HSI を使った短期トレードなんですけど、まあ、3が綺麗に効いてて、まあ、このレンジ間で、動いてますので、まあ、下に抜けた場合も同じですけど、基本はアップトレンドなので、3を抜けてから、R3 を抜けてから R4 までっていうのが、まあ、いい短期トレードはできそうですけどね。個人的には、まあ、R5 まで持っていってもいいかなとは思うんですけど。まあ、この間は結構勝率高い気はします。レンジ抜けてからの買いであれば。これはちょっと見ておきたいですね。で、下に行った場合はちょっとトレードするつもりは、僕はないですね。まあ、下に抜けた場合も結構レンジの力溜まってますので、全然売りで行っていいと思うんですけど。売りで行く場合は、まあ、3から4までは狙っていっていいと思うんですけども、HSI プラス RF 点々の、まあ、ルールの中で17ピップ利益が出たら1ピップ、利益があるところにストップを下げてくると、まあ、売りの場合は下げてくるという表現になりますけども、そういう感じで、やっていっていいかなと。で、リミットは、S4 ですね。S4 までっていう感じで。ユーロ円は、まあ、個人的にはダウントレンドと判断してたので、ちょっとこの上昇トレードできなかったんです。できなかったというか、まあ、見送ったんですけども。まあ、これもヘッド&ショルダーに近いような形になってるんですけども。この、レンジの高値、R3 付近ですね、抜けてきて爆投してきたというところですね。まあ、この辺の幅が2に収まってたら、まあ、3まで買うか、もしくは17ピップ利益が出たら1ピップ、ストップ上げてくるっていう、まあ、そういう感じでやっていきたかったんですけど、ちょっとボラティリティが大きかったので、まあ、怖いっていうのが、一番の表現ですかね。なので、トレードを見送ったという相場です。今はちょっとできないですね。こっちも見てたんですけど、2がまあまあ綺麗で、1も止まってたので、3までは狙っていってもいけるかなとは、まあ思うんですけどもね。まあこれもちょっと今見送ってます。温度が、まあ、ちょっと弱いですね。日本はでも MA の上なので、まだトレンド。もうちょっと綺麗に当たってきてくれたらというところですけども。トレードは僕はしづらいですね、今。
今は、ユーロドルぐらいですかね、見れてるの、僕。そうですね、ちょっとトレードしづらいですね、一方向に大きすぎてて、クロス円に関しては今、まあ、もしこのままユーロ円が上に抜けてくるようだと、ユーロドルが抜けてくる可能性があるので、そこは注目しておきたいですね。3を、まあ、レンジですね、このレンジを抜けて R4 をまで行くのか、まあ、抜けたらとりあえずは買いですよね。ぐらいですかね。ユーロドルと反対にポンドドルはずっと下がってますが、まあ、これは HSI がちょっと今あるところまで来てますので、 1.57 台ちょっと意識されやすいとことは思うんですけどね。この辺は、まあ、この HSI なかったら本当に抜けたと判断して打っていきたいような形になってるんですけど、ちょっと怖いですね。はい、という感じで、今僕は見てるのはユーロドルのみですね。まあ、レンジどちらに抜けるにしても、どちらかというと買いの方が僕は強気で入っていけるんですけど、アップトレンドからのレンジに入ってますので、なので上に抜けた方が素直に上がっていきやすいかなと僕は見てるんですが、まあ、売りの場合も高値から HSI 引っ張って、ただまあリスクは僕は売りで行くなら控えめになるかなという感じですね。いずれも、まあ、基本リミットは短期で行くんだったら4まででいいかなと思います。S4 もしくは R4。で、まあ、売りの方は特に、ちょっと神経質に見ていった方がいいかなというところですね。基本アップトレンドですから。はい。という、まあ、そんな感じですね。僕個人は今はユーロドルぐらいかなと、短期で見るんであればですね。というところです。もし何かご質問がありましたら、チャットの方にお書き込みお願いします。1分ほど時間を置きます。特にないですね。まあ、相場って結構難しく見ようと思ったら本当に難しく、まあ、負けるのが怖い人っていうのは特にそうだと思うんですけど、僕もまあ昔というか最初の頃は本当にそうだったんですけど、まあ、どうやって負けずにもう勝ちばっかり積み重ねて、勝っていくかっていうふうに見ていくと、まあ、本当にいろんなテクニカル分析を表示させて、RSI とか、スタキャスとか、まあ、MACD とか、本当に、ものすごい量のテクニカルがあるんですけど、
そういうものを、まあ、一通り出して、すべての条件が揃ったときにみたいなことを言うと、本当にトレードするタイミングがなくて、もう本当に相場って難しいなっていう印象だったんですけど、最近はすごく、まあ、最近なのか、まあ、わかんないですけど、まあ、シンプルに見るようにすると、すごく相場って簡単になるなっていうのは、もう本当によく思います。で、一番やっぱり意識しておきたいのは、ローソク足の高値と、重要な高値と重要な安値ですね。まあ、何よりそこで、買われてるから、そこで安値をつけて上がってるわけですし、そこで売られてるから、そこで高値をつけて下がってるわけなので。まあ、シンプルに見ると、ここの、高値を超えてきたら買いですし、ここの安値を超えてきたら売り、もしくはトレンドラインを、その重要な安値を起点に引っ張って、そのトレンドラインを下に抜けたら売りとか、そういう感じで全然いいと思うんですよね。そういうふうに見ていったら、すごく簡単だと思うんですよね、トレードって。で、当然、負けることも、それはもちろんあります。けど、その負けを許容できるように、リスクをコントロールする、術を、まあ、知るわけですし、それをちゃんと使いこなせたら、もう全然相場って難しいものではないかなと。もう本当に高値と安値だけ意識して、そこにトレンドラインとか、まあ、HSI とか引っ張って、それ超えたら買ったらいいし、売ったらいいし、で重要なところに、ストップを置いて、まあ、そこまでいったら損切りっていう話ですし、もう本当にシンプルだと思います。もうそんな難しいことする必要ないですし、もうそんなことしたら余計勝てなくなりますから、どれだけシンプルに相場を見て、いくかっていうのが勝ち続ける、まあ、コツかなと。楽にトレードもできますしね。まあ、そんな感じでトレードをされていったらいいかなと思います。まあ、もし何か、ご質問とか個人的にでも構いませんので、ありましたら、ご遠慮なくメールとかメッセージ、SNS にメッセージいただければと思います。はい。では、今日は50分ほど経ちましたけども、これで今日のウェブセミナー終わりたいと思います。また、次回月曜日ですね、ゆうき塾長は17時、僕は、20時からまたやりま、22時からやりますので、またご参加できる方はぜひご参加してください。それでは、長時間お疲れ様でした。では、失礼します。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼します。